みんなお疲れっぴぬっきーだよ。はい、暑いです。はい、今回は餃子店の2階に遊びに来ております。今日挑戦していくのはね、夏らしい景品の方になんか挑戦していきたいなって思います。なんかもうね、暑いのでね、なんかそんな感じの景品撮って進みたいと思います。やばい。では今回挑戦していく景品はこちら、吹きかけ扇風機だって。今回はね、こちらの景品ゲットして進みたいと思います。ちょうど首にかけるやつはね、パーってしたいと思います。では行きます。どうしようかな。ちょうどあの左側の景品行きます。座ってやるといいかもしれないね。横はもうね、暑さでダメになりそう。横向きから見るといい感じに行けそうで行けてない。右側が難しいね。こうね、とりあえずうまい具合に縦の感じにしたい。こう斜めじゃなくて、こっかり僕がね、暑さでダメになる前に早くゲットしてます。あ、来た。とりあえずまっすぐになりかけた。もう一息。これワイクリ結構得意な人ってやばいよね。きっとさ、他の台も得意そうだよね。こんな感じかな。あれかな、きっとあのワイクリはクレーンゲーム苦手な人の登竜門。あ、やばいやばい、これまさかの、え、嘘、え、やばい、マジで、マジで、嘘。じゃん、ハンズフリー首掛け扇風機ゲットです。まさかゲットできるって思わなかった。見た感じ4種類の色があるのでね、お好きな景品を店員さんに変えてもらって挑戦してくださいね。ではね、早速ゲットした景品開けてみました。こんな感じ、こんな感じです。こういう感じで涼めるやつとなったら、ね、これ顔面にガー、付属の USB のケーブルがついていまして、ちょうどここにね、 USB 差し込んで充電するタイプになってるみたいです。でね、こちら電池でも動くみたいなのでね、ぜひ皆様ゲットして進んでみてはいかがでしょうか。僕も進みたい。ではね、今日の動画はここまでです。見てくれてありがとうございました。僕もね、早く帰って充電して進もうと思います。こちらの動画のね、概要欄の方にお得な情報とかね、クーポン等とかが載っているアプリがありますので、ぜひ皆様ダウンロードしてお得な情報、お得なクーポンゲットしてみてはいかがでしょうか。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、暑い暑い。